こんにちは、どさんこ姉さんです。今回の旅は全国から温泉ファンが集まる秘湯、野中温泉を訪れます。最高の温泉、滋味深い食事、そしてもっと幸せにしてくれる体験があったのです。どうぞ楽しんでご覧ください。なんで避けないの？少し遠回りをして摩周湖に寄りましたが、そろそろお宿へ向かいましょう。までのアクセスは車じゃないと本当に難しい場所にあって、目あかん岳のふもと、ポツンと一軒宿です。野中温泉です。着きましたえ。うわ、すごい、もう遠いような匂いがする。今日は混んでるかな。古さはありますが、とってもお掃除が行き届いていて、ロビーから心地よく迎えていただきます。ここは湯治場らしい風情を楽しむ宿です。そして私がここに来た目的がもう一つあるんですが、それはまた後ほど。お部屋は至ってシンプルです。清潔にしてありますが、必要最低限のものしかありません。お茶があって、あ、抹茶の粉だね。お茶と、ここは多分羽織と浴衣。あら、歯ブラシなかった。歯ブラシがなかった。テレビとちっちゃい鏡がありますね。 Wi-Fi もあるので電波通じにくくても大丈夫で、外は多分ね、今工事してるからね。あ、工事中です。バスタオルはフロントで400円で販売してます。だってで、歯ブラシ、石鹸、無料が欲しい方はフロントへ言ってくださいって。あるんだね。で、夕食が6時からで、朝食が8時からで、ある程度飲み物も揃ってて、無料 Wi-Fi もあるし、でフロントから入ってで、玄関から入ってきて、今日はこの12号室に泊まってます。でずっと行くとお風呂で、2階もあるんだけど、今日は使ってないのかな、きっと。男性と女性と分かれてます。あ、やっぱり歯ブラシがないんだな。コインランドリーもありますね。そしてこの長い廊下の先を進むと、シンプルな脱衣場でロッカーやドライヤーなどはありません。
温泉はもちろん男女別で、内湯と露天風呂それぞれ楽しむことができます。今までの温泉の中で一番強烈な硫黄の香りを放ってます。源泉かけ流しでこのドバドバ流れてくる湯量にびっくりするぐらいです。ただちょっと内湯は暑いんですが、慣れるとじわーっと体の芯から温まってきます。シャワーやシャンプーや石鹸はないので、かけ湯をしてお風呂に入ります。匂いは強烈な硫黄泉なんですけれども、入っててもピリピリしないんですよ。不思議な優しいお湯だなと思ってたんですが、お肌の潤いを保つセラミドを守るこの成分が豊富に含まれてるんで、美肌効果も抜群なんだそうですよ。いいお湯でした。この野中温泉には5匹の猫がいるんですよ。飼ってるんですよね。でこの子たちに会いに来たくてね、これももう一つの目的でした。私は大好きなので、こうやってね、ニャンズがお部屋に入ってきてますけど、嫌だって言ったら多分入ってこないんだと思います。わざわざね、魔法のおやつを買ってきたんですよ。あ、落ちちゃった。向かって左側がサンちゃん、そして右側にいるのが小春ちゃん。まだね、1歳にもなってなくて甘えん坊なんですって。じゃあ先に布団を敷いておきましょうかね。ここで待ってて。奥にサンちゃんがいるんですけど、手伝ってくれませんね。早速寝床を取られちゃった。取られましたね。取られましたね。芋餅だ。美味しい。うん、おいしい。これは餃子かな。
終わったんだ。ピーマン。館内至る所でにゃんこが自由にしてます。看板犬のチロルちゃんがいたんですが、2月にね、天国に行っちゃったそうなんです。じゃあ寝る前にもう1回お風呂に入ってこようかな。これ見て、無防備すぎないこれ。イエーイイエーイシャムー。シャモン、イエーイ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 ほいほいほい、こしょこしょこしょそのうち怒られそうだ、怒られそうだ、あ怒られた、ごめんね、すいません、おやすみなさい。ちょっと本気寝なんだけど私は今日この彼と一緒に寝るんでしょうか。しかも腕枕野中温泉の先代、野中正蔵さん。この方が男性の世界最高齢としてギネス世界記録に認定されたそうです。それでこの野中温泉は長寿の湯とも言われているそうです私は何歳まで生きるんだろうな。バイ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 さんあバイバイバイ帰りたくない来るよ。はい、今からね、あの山脈を越えて、日高山脈を越えて札幌に戻ります。3時間弱かな。いや、それにしても今日天気がいいからくっきり日高山脈が見えてますね。いや、美しい。私山好きなんですよね。美しいです。野中温泉もね、素晴らしかったですよ。本当に温泉はだって文句ないでしょ。
硫黄の香りがねものすごくするんですけど、めちゃくちゃ疲れが取れますね。すっごいまだ暑いですもん。まだポカポカしてるし。で、あの猫ちゃんたちね、猫ちゃんたちがもう可愛かったな。もうお部屋の中で一緒に遊んだりね、一緒に寝たり、いや本当ね久しぶりに動物と触れ合えてね、とっても癒されました。もうまた行きたい。もうなんかね実家に帰ってきたみたいなね雰囲気がありましたね。もうおかみさんも優しいし、とっても良かった本当に。また夏になったら行こうかなって思ってますよ。じゃあもうゆっくり安全運転で帰りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。ではまた。